第5回全日本フルコンタクト空手道選手権大会が無事終了いたしました。多くの皆さんからですね、支えられて、今大会、会場もですね、今まで以上に、来場していただきたいと思います。選手の皆さんには一人でも多くですね、の皆さんに見てもらうために運営側も一生懸命動員の方もですね、頑張ってきました。選手は大勢の中で戦って自分を表現するということが一番素晴らしいことなんで、まだまだ、お客さんもっと来てもらうために努力しなきゃいけないと思いますが、今までで一番人数も多かったと思います。そして、313流派の中から出場選手がですね出場して本当にレベルの高い大会になったと思います。なぜなら2020年の第1回の記念すべき全世界大会のですね、選抜戦がかかっている大会ということで、本当に選手はもうこの日のために、血のにじむような稽古をしてきたと思います。その結果がですね、本当に人々に感動を与える素晴らしい大会になったと思います。おす、何かご質問ございますか。最初のこの第1回目の日本代表メンバーをご覧になっていかがでしょうか。いや、そうですね、男子3名そして女子2名ですけども、非常に素晴らしい選手が選ばれたなと思います。この選手、このフルコンタクト、連盟においてですね、 JFKO の、日本代表としてですね、皆さんが、それぞれ流派は違いともですね、1年間かけてこれから、全階級日本人が王座を、取るためにですね、各流派の皆さんが、一生懸命稽古をしてですね、準備に備えていただきたいと思います。トーナメントは結構順当なところもあれば波乱もいろいろあったと思うんですけども、全体の印象はいかがでしょうか。そうですね、ほぼ順当に勝ち上がったんじゃないかなと思いますね。そんなにこう印象的にこう驚くような結果っていうのはあまりなかったでしょうか。いや、やはり重量級はね、いつも新極新会の選手が勝ってたんですけど、山口選手のね、この気迫とか執念とか、それが新極新の選手たちよりも勝ってたんじゃないかなという非常に感じましたね。重量級の中には島本選手と山本和也選手が出てないんですけども、もう新極新にとってフルメンバーの、ね、選手が出演した中でですね、見事優勝した山口選手でね、本当に絶賛、本当に素晴らしかったとエールを送りたいと思います。まあ、今回その3位までということで3位決定戦というのもあったんですけれども、ちょっとやっぱムードが違うところもありますかね。はい、そうですね、決勝を戦う選手はね、本当に気力も、ね、気迫も充実していると思うんですけど、3位決定戦というのは負けてね、もう1回やるという、結構選手としてはきついと思いますが、だけど世界大会の、ね、出場権がかかってたんでね、本当に3位に入賞した選ばれた選手もですね、本当に心からおめでとうと言いたいですね。他の2かご質問ございますか。新しい令和という時代の最初の大会で、自分の中でも城迫選手が、一般の部でそうです、そうですね、後ろ佐古選手はドリームカップからドリームフェスティバルになってですね、10連覇した選手なんですね。高校の部10連覇、よ、何年、小学生ぐらいからですね、10連覇を達成した選手なんで、いつかはチャンピオンになるだろうというそういう思いがありましたがね、本当、強豪をひしめく中でですね、チャンピオンになったっていうのは
素晴らしいなと思いますし、まあ、あの若さで優勝するとですね、本当にこう気持ちが勢いが乗ってくるんでですね、もっともっと強くなるんじゃないかなと思いますね。その勢いを持って、世界大会に挑んでほしいと思います。おっす、今回世界大会選抜が勝った大会で非常に今まで以上にレベルの高い大会でした。今回選ばれた選手は日本のプライド誇りを持って、そして、日本が第1回目の大会なんでですね、日本が絶対王座を全階級守るというそういう、覚悟を持って1年間稽古してほしいと思います。海外選手は非常に強い選手が名乗りを上げています。しかしながらこの空手母国日本、このプライド誇り覚悟を持って練習をして人事を尽くして天命待つ、もうやるだけやったっていうそういう練習をやって世界大会に迎えてほしいと思います。皆さんの健闘を心から期待します。おっす。